ランスフォーマー N1、乗用車モードに変身です。これだけのものが運転席側に逃げていたので、中のやりくりすれば十分使える車です。いつもは、キャンプ装備式と自転車2台積んだり、ロードバイクを2台積んで旅行に行ったり、そんなこともできる優れものビークルです。こじゃれていて格好もいいし、ちなみに四駆のターボなのでどこでも楽勝で行けます。レストランは9時から来ます。800円、リーズナブルですね。中央分水嶺トレイル38キロあるそうです。分水嶺っていうとちょっと反応しちゃいますね。水芭蕉もここまで来ると咲いてます。トレイルランの人がいます。遠くには電波塔です。お、いっぱいいる。すごいですね、頑張ってください。かっこいいですよ。飛行機曲がる。ここで航路変更です。景色がいいです。隣にほら、ふうさんのんびり歩いてきます。綺麗なところです。まさしく別世界。さっきの鐘を鳴らします。ご利益。360度。
パノラマです。うどんそば650円700円カレーが900円。雰囲気いいです。いいな、軽トラでここに来れるんだ。小賀島まで足を伸ばします。ここはやばいです。来れば来るほど景色がいいです。結構勇気がいります。風も強いです。なかなか雄大です。クロックスでこんなところに来れるなんて。貸し切りになりました。はヒアって書いてあります。以上、山をなめているフーとノボでした。フーさんはワンゲル出身です。下山します。神社があります。天狗様がいます。ほら、天狗の位置は持ってます。ご利益あるんでしょうか。すごい、なんか刀みたいのもあります。山の安全ですかね。ありがとうございます。 NHK とか SBC とかニョキニョキパラボラです。綺麗しか言いようがありませんね。木が咲くかな。ね、そうだと思います。ちょっと煙っちゃってますね。新しくて斬新な電波塔はテレビ信州でした。崩れてるところ怖いです。来た道を帰ります。帰りは楽そうです。まあ行きもそんなに辛くなかったですけどね。もやが若干晴れて反対側の山並みが見えるようになりました。女神の里立品。はい、お待たせしました。ありがとうございます。天ざるそば来ました。はい、すいません。ありがとうございます。天ぷらも揚げたてです。いい匂いします。どう？うん、いってる。
分条件だって。なんか同じの12月に行ったばっかなんだこれ。美味しいね。ぴったりよ、ここちが。そうそう。ね。揚げ物、いきます。ウドかな。これ美味しいです。お好みじゃない。あー、お好みかも。うん、美味しいです。そばもいっぱい当たりかも。うん、女神を吠えんでます。わさびも本物でした。そばも水も美味しくて、もう一回、お水も美味しくて、おそばの盛りもたっぷりでした。いい道のやつでした。そうね、デカデカ卵も ML サイズだそうです。入れ物が 2L サイズなので、そこにぎっしり入ってるのはもうそれの上の大きさです。LL の上ってこと。はい。へえ。買ってみようか。めちゃくちゃでかい卵。3L の卵らしいです。デカデカのさらにデカだそうです。こっち。大きいかなこれ。あ、大きいよ。ほら。絶対でかい。買います。すごいな、これで500円は買い得です。